どうも皆さんお疲れ様です。カルミアです。ということで今回もコールビリティウォーゾーの動画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回の動画ではですね、僕の愛獣 SMG が決まりましたということで、まあサムネでもわかる通りアルマゲラなんですけども、こちらのね横移動爆速アルマゲラということで、個人的にねかなりハマりました。めちゃくちゃ使いやすいです。で今回のアップデートで一応アルマゲラはね弱体化が入ってですね、このバレル、このボッティ570ミリプレシジョンってやつがですね、弱体化が入ってて、まあ、この辺をね、使うとしたらこの辺を使ってたんですけど、ここが弱くなったということで、一番上のイメルト180ミリショート、このエイム速度、エイム時移動速度、ここでまたね、横移動を速くしております。で、ストックのイメリトでも横移動を速くして、グルーブグリップ、SG98 コンパクトでさらに横移動を速くしてます。そしてパークのステディでさらに横移動を速くしてるという感じですね。で、ここのマガジンですね。マガジン大体ね、ウォーゾーンでは昇降系とかね、あまりブレないやつを選んでたんですけど、今回はこちらの大口径ですね、つけて弾速と射程距離、威力を伸ばしてます。まあ、エイム速度、連射速度が下がってしまうんですけど、全然ね、使いやすいので、おすすめです。これでね、ブレると思う方は、まあ、90ミリでもいいと思うんですけど、僕はね弾速と射程距離威力を上げたいので大口径使いました。しかも72発入ってます。で一緒に持っていた AR が一応キロですね。キロのカスタマー、まあここの辺は変わらないと思うんですけど、まあ、サイトがねフォーチュンキープだったので3倍じゃなくコンバットホロサイトをつけております。今回はね、フォーチュンキープの方にアライクオーバーとね、デュオでクワッツに行ってきましたので、ぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。そして、この動画参考になったよとかね、使ってみてめちゃくちゃ使いやすかったよと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、動画の方へどうぞ。見て、見えない。上にいる。こういうブレンダー。なんか横にいる。お前ガネー左ダンスいる。後ろいる。あ、間がない。なんで。屋上っぽいね。ああ最悪、その下のなんかあれ。あ、来てる俺。あ、あと境界上かな。別敗なこれ。やべ、フラッシュきた。
丸の上いるね。あ、間違えた間違えた。イラスト自分のとこ行っちゃった。2回か。あ、仕留めた。ミス。OK。あ、足んないあれや、全然。何あれ。んで負けんねん、もの丸にいるな。降りたところにずっとできるんやけど。できる。どこだか分かんねえわ。ああ、ダウンしてるけど。ああ、待って。ああ、もう。ああ、もう一人いた。なんか知らんけど、一人、もう一人下下にいる。くぼみのところみたいな。そうですね。起こすわ。ありがとうございます。武器取れへんよね。こうな、さっきから降りたら死ぬからこっちにいるんですよね、ずっと。この辺り武器落ちてたらいいですけど。下降りたな。野良の方行ってとりあえず武器探し。オッケー。ロードの方近づいて。これ多分近いってんな。右いたってこと、これ。いや、やばい、いるいるいる。あのターゲットの敵だ。ちょっとさん、敵だ。下からやられてんのか、それ。下だね、縁側。いや、2枚か。もう、あと1枚。縁側は了解。そっち。頑張れ。任せろい。ふぅ、あと1キルだった。30? うん。惜しい。